時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。これは。なんてこと。トルガル？クライブ。あいつは、あいつは真実を握ってる。追うんだ。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃああの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ？この扉の向こう。まさかフェニックスはもういないんだぞ。フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。あれはさっきと同じ仕掛けか。どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも
形が残ったままだなんて。こんなところに通じてたなんて。なんだ。それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。これが。
く先へ進んでみよう。ジョシュアはいつもこんなところを。いや、そんな話は聞いたことがない。ここは招かれざる者の道なんだろう。また動いた。一体どこへ。侵入者を出迎える罠か、あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにも、もっと奥に進んでみるしかないわね。Come on!
せよ。いや、ダメ。取れ。おー、今、行け。今度は何なの？今よ。任せろ。やれ。分かった。ほら。おい。おー。
止まったか。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。あれは何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。こんな奴がいるなんて。ここにも出るか。遺跡の仕掛けなのか。
光が。何か意味があるのかしら。これを渡れってことか。そのようね。クライブ、これっていつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。お前は何者だ。火の召喚獣のドミナント、それとも、これはあの日の。上司だ。やめろ。ダメだ。やめろ。やめろ。俺は。ジョシュアは俺を頼ってくれた。祝福を授け、僕を守ってって。守らなきゃならなかったあの日は。兄さん、ジョシュア、you
すなら女子が守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のようにこの事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。前へ進む。Two!
け入れたくないよな。この今だって逃げ出したくなる。それでも俺は。心配か。大丈夫、逃げたりしないさ。そうだな、一緒に行こう。受け入れろ、過去、自分の全てを。
俺は前へ進むと決めたんだ。クライブ？どうしたの？ジル。何でもない。大丈夫だ。もう逃げはしない。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。クライブ、どこか具合でも悪いの？
さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからもその事実から逃げ続けていた。だけどここへ来てようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くしジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライム。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ、なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。ええ、探しましょう、二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくてもまっすぐに前だけを見て、昔から変わってない。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、ジル。なぜここに。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままでは奴に。誰だ、誰が一体こんなことをしやがったんだ。ウォールドの使いによれば、シドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたから見逃してやったものを、よくもあのネズミザモメが。探し出せ、苦しめて、苦しめて、苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け、行け。ただちに。
これからどうするの？まずはイーストプールへ向かう。あの村のベアラーやマードック夫人のことを話さないと。彼らを知…のところで保護できればそれが一番なんだが、頼れるつてってところね。どうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。から逃げられると思ってたのか。奴隷みてえが突き上がるな。対抗派は全員殺せ。対抗派、これは村人たちのことか。行け！取れ！
のご命令だ。ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。遅かったか、ガブ。クライブ。そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴ら、ベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ。母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える。それは本来
あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちで。ガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。分かった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、手帳に弔っておきます。すまない。頼む。よし、行こう。やっと見つけたぞ、シドの一味め。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃ、クプカ様に取り立ててもらえる。